ですね、今日はある一例を話したいと思うんですけども、今日はですね、アルコール依存症と感情障害というお話をしたいと思います。で、主にですね、アルコール依存症というか、この依存症と感情障害というふうに言った方が、テーマ的には正しいかもしれないんですが、そういう例を実はですね、いくつか話していきたいと思うんですね。で、1例目はですね、このまさにアルコール依存症、これは大体30過ぎぐらいの方で、アルコール依存症なんですね。で、アルコール依存症っていうのは、ある量ですね、大体4合ぐらいのお酒をですね、10年から15年ぐらい飲んでると、依存傾向を持ってですね、飲まずに折れなくなっちゃうと言いますかね、折れなくはないですよ、やめようと思ったらしばらくはやめれるんですけども、長い目で1週間、2週間、1ヶ月の目で見れば、やっぱりどっかで飲んでしまうという、そういう人たちですよね。で、肝臓が悪くなったり、各種、そのいろんな精神症状も出るんですけども、悪いとは分かっているんだけども、やまらないという、そういう人たちです。で、こういう人たちはですね、どういうふうにして治療をしていくのかというと、とにかく行動面で、お酒をやめれるような、集団療法的なアプローチを使ってですね、とにかく飲まない方法を考えると、一生懸命ですね。で、その中で、確かにそういう行動的な治療で、改善していく人たちもいるんですけども、その行動療法だけではどうしてもこぼれていく人たちもいると。で、今日話したいのは、その行動療法がうまくいくケースはいいんですけども、なかなかうまくいかない人たちがいるんですね。で、その人たちの、全てじゃないんですよ、ある人たちを見てると、ここにどうもその感情障害がかなり入ってる人たちがいると。つまり自分で自分の気持ちのコントロールがうまくいかない人たちですよね。で、そこにうまくいかないときに、アルコール問題が非常に活発になる。これと、その気分が上がっているときとですね、どうも並行している傾向があるんですね。割と気持ちが安定しているときっていうのは、お酒のコントロールがうまくできるんですけども、突然ですね、あれだけ頑張ってた人が、なんで飲んじゃったんだろうなっていうようなことが実際起こってきます。で、それをよく見てると、裏に気分の変動がありましてですね。で、そういう人たちに、ムードスタビライザー、気分を安定させるためのお薬ですね、そういうものが何種類かあります。保険の適用になるだけでも3種類ぐらいあるんですけども、その中の1つのリチウム剤ですね、こういうものをですね、使った結果ですね、本当に不安定で、アルコールの集団療法の中に入れなくて、スタモン出してた人がですね、しっかりとこの集団療法の中にも入れるようになって、非常に安定したやめ方をしているっていう人たちがいます。今までだとね、この行動療法の中でうまくできる人は、大変、真面目ないい人で、こちらに属する人たちはですね、ちゃんとした治療を受けているにもかかわらず、いい加減でダメな人たちだったんですけど、実は根っこにですね、そういう別の問題があったというふうなことがよくあるんですね。で、これと同じようなことがですね、このアルコールの部分を最近、いくつかの例で感じているんですけども、アルコールじゃなくて、ここを、食べる方ですね、接触問題ですかね、
摂食の障害、摂食の依存にしておきましょうか。つまり過食とかですね、拒食とか、まあ、そういうふうな摂食問題を抱えている人ですね。まあ、構造はかなりの部分がアルコール依存症のアルコールと、アルコールの部分が食べ物に変わっただけっていう考えられる人たちです。でこれもある程度のグループワークをしたりカウンセリングをする中で、結構ですね、摂食の人っていうのは食べるコントロールはかなりできます。まあ、外来に新刊で摂食障害だっていうふうに来られてですね、うちでは半数ぐらいはなんとかコントロールが可能なんですけども、ただ普通にコントロール一生懸命しようと思ってもですね、どうしてもうまくいかない人たちもいるんですね。でそういう人たちの背景といいますか、別の角度から見たときにはですね、やっぱりこういう問題があるんですね。だから例えば摂食障害だけじゃなくって、例えば気分の非常にハイになるとき、だから仕事等ですね、本当に一目散で頑張ってやろうという時期があったかと思うと、仕事が誰かの一言で行けなくなったりですね、行動が取れなくなったりしてしまうという、そういう感情のこう起伏ですよね。でそういうものがベースにある場合にはですね、なかなか単純なカウンセリングではうまくいかないです。でそうじゃなくて、割と定職にきちっとついてて、対人関係もまあまあ安定してて、大きな問題がない、でもやっぱり接触問題は持ってますという人もいます。でそういうタイプは比較的治療が簡単なんですね。だからどうもその、まあ、今日のこの辺のテーマなんですけども、感情の起伏というのがですね、かぶってくるとですね、こういう依存の問題というのはなかなか手こずるというふうに思います。他にはどんなものがあるかというと、買い物ですね。買い物依存ですね。これはあまり詳しくは話しませんが、やっぱり同じです。で今治療の中で摂食障害も買い物依存もそのモードスタビライザーを使ってみてですね、明らかに治療が順調にいっているケースというのはたくさん出てきています。でその感情の依存というか、その気分の変動というのはですね、これ人によって割と様々で、今までみたいにその双極性の感情障害の、まあ、2型と言われる明らかなですね、感情の上下がなくっても比較的その何かの折にストーンと落ちるようなタイプの人ですね。で決して高い症状が、そうですね、そうの症状が出なくてもですね、こういう感情の変動が激しい、決して高くなる必要はないと思うんですけども、そういうタイプの気分の変動でもですね、どうもそのモードスタビライザーが有効に働いているなということをですね、最近強く感じています。まあ、薬の副作用等で甲状腺の副作用が出る可能性が若干あったりですね、まあ、それはちゃんとデータを取りながら使っていれば問題ないんですけども、それからあとは女の人だと再帰性、帰京の率が高くなるという、そういう問題もあったりするので、十分慎重に、それから中毒にならないように血液の検査もしながらやっていく必要はあるんですけども、今まで割と難渋しているこういうケースですね。でそういう時に、もっともっと見直されてみていいんじゃないかなというふうに、強く感じています。と、まあ、今日はですね、割と簡単な講義ですけども、こういう各種依存症と、それから感情障害で、治療的にはこういうムードスタビライザーの応用範囲が実はですね、もっと広いんじゃないかなっていうことを、少し臨床経験の中からですね、お話をしてみました。以上です。